はい、どうも、銀南と申します。今回は探偵神宮寺三郎古の記憶の中に入っています。探偵神宮寺三郎危険な2人リメイク版を始めていきます。今回で1回目です。カチャンカチャパタン、これなんか音かな。カツカツカツ、誰だ？こんな朝早くに。俺は一瞬そう考えて思い直した。この神宮寺探偵事務所に鍵を開けて入れるのは俺以外に一人しかいない。俺の助手を務めている味噌の陽子くんだ。キビキビとした足音を聞いただけでもその有能さがわかる。それにしても今日は来るのが早すぎないか？俺は暗闇で目を凝らして時計を眺めた。まだ7時じゃないか。俺は昨晩の深酒を思い出して再びベッドに潜り込もうとした。その途端、下の階から陽子くんの声がかかる。先生、起きていらっしゃいますか？先生。どうしたと言うんだ？何かあったのか？先生？やれやれ、仕方がない。俺は手短に支度を整えて階段を降りていった。事務所の外は静まり返っている。この事務所がある新宿歌舞伎町は夜の街だ。神宮寺は上、ジャケット白いんだね、今回。今の時間は眠りについたばかりだと言える。もっともここは繁華街の外れで、もともと人の喧騒はあまり届かない。まだ完全に目覚めていない頭でぼんやり考えていると、陽子くんが挨拶をする。先生、おはようございます。今回の陽子はこんな感じです。ボーダーのシャツ着てないんだね。っていうかさ、最初のクマさんの毒タバコのくだりはないんだね。どうする？見る。何を見る？陽子。事務処理能力が長けているだけでなく、数カ国語が操れる才女だ。どうする？話す。誰と話す？陽子。何を話す？出勤のこと。どうしたんだ？やけに早いじゃないか。まあ、先生、約束をお忘れですか？何を話す？約束のこと。約束？何かあったか？俺はカレンダーに目を向けた。今日は、ん？今日は日曜か。何を話す？日曜のこと。約束も何も、今日は休みだろ？立て込んだ仕事はなかったはずだが。もう、先生。まだ思い出せないのですか？ん？俺は顎に手を当てて考え始めた。こんなに朝早く陽子くんが来たのは、この時間でなければダメなのだろう。約束を果たすには時間がかかるということか。しかも陽子くんの機嫌はいいようだ。これだけではさっぱりわからない。当てずっぽうに行くしかないか。俺は見切りをつけて陽子くんに答えることにした。今日の約束は掃除、仕事、買い物。買い物選ぼう。どこか買い出しに行くんだったかな。ふふふ、違いますよ。1ヶ月前にお話ししましたよね。全然記憶にない。すまん、全く思い出せない。俺が素直に謝ると、陽子くんは目を丸くしてそっとため息をついた。私の友人岡崎京子が鈴鹿サーキットのバイクレースに招待してくれて、今日はそのレースを観戦しに行く日です。思い出した？そうだ、そうだったな。前日に言えばいいのにね。明日ですよってね。
俺はようやく1ヶ月前の会話を頭の片隅から探り当てた。確か友達の亭主がレーサーだったな。はい、そうです。シンジさんは日本でもトップ3に入ると京子が自慢していました。そこまで言うと陽子くんは勢いよく身を翻した。さあ先生、早く出発しましょう。ん？今から鈴鹿へ行くのか？ええ、もちろんです。車は私が運転しますから。延々5時間のドライブか。俺はタバコに火を。あ、そうです。私の車は禁煙ですから吸いだめしておいてくださいね。なかなか手厳しい。穏やかな表情に見えて俺が忘れていたことを怒っているようだ。こうして俺たちは鈴鹿に向かう車中の人となった。これから起こる悲劇など思いもよらずに。昼が過ぎる頃、無事俺たちは鈴鹿サーキットに着いた。守備よく渋滞をかいくぐれたのは陽子くんの運転技術のおかげだ。陽子、運転荒そうだね。駐車場はレーシングチームのピットが並ぶすぐ裏の場所を確保してもらっている。出場者の友人というだけで VIP 待遇なのはなんだか心苦しい。なんとか1時のレーススタートに間に合いましたね。観覧席に行く前にピットに寄れと京子に言われたんですけど。チームの名前は何だ？クラブオブサーキットレーシングと聞いています。見たところそんな名前の看板はないな。 KCR、CSR、CCR というようなアルファベットが並んでいる。チーム名を頭文字に略しているようだ。英語の綴りを思い出さないといけないみたいですね。クラブオブサーキットレーシング、クラブ、サーキット、レーシング、それぞれの単語の先頭にあるアルファベットは何だろう。チームの略は CCR。 CCR だな。そうですね。クラブはクラブ、サーキットはサーキット、レーシングはレーシングですから間違いないですね。陽子も神宮寺も英語できるのに なんだこの会話はって感じだけど。俺たちは CCR という看板がかけてあるチームのピットへ歩みを進めた。ピットというのはレースコースにある競争車の整備場だ。整備場か。レース開始直前の今は戦場のようにごった返している。自動車が5台は入る広い車庫が狭く感じるほど物が溢れていた。人が忙しく行き交い、機材が至るところに置かれ、足の踏み場もないほどだ。そんな中、陽子くんは友人を探すため周囲を見回している。どうやら京子はいないみたいです。ここにいるって言っていたのですが、どこに行ったのかしら。陽子くんの言う通り、京子どころか女性の姿すら見当たらない。先生、私少し外の方も見てきます。そう言うと陽子くんはコースに向かって歩いていった。一人取り残された俺は作業の邪魔にならないように壁際に身を寄せた。おい、あんた、ここは関係者以外立ち入り禁止だぞ。どうする？話す。誰と話す？男。すみません、付き添いの友人が見当たらなくて。友人？あんた、もしかして東京から来た？はい、そうです。やっぱりわしは CCR の監督、細田勲だ。男はそう名乗ると背後に呼びかけた。おい、シンジ、京子さんの知り合いが来たぞ。軽く手を挙げてから細田は俺に告げた。すまんが忙しいんで失礼するよ。
細田はせかせかとスタッフの方へ走っていった。入れ替わりにライダースーツの男が近づいてきた。あなたが京子の？この男が陽子くんの友人、京子の亭主である岡崎真嗣だろう。どうする？話す。誰と話す？真嗣。何を話す？神宮寺のこと。正確に言うと京子さんの友人の付き添いだが。ええ、聞いていますよ。陽子さんが勤めている探偵事務所の所長さんですね。何を話す？陽子のこと。陽子くんとも知り合いなのか？ええ、高校の頃からの友人です。僕も陽子さんを通じてその時京子と知り合ったんです。何を話す？京子のこと。京子さんはどこにいるか知らないだろうか。今陽子くんが探しているんだが。いえ、さっきまではその辺にいたんですが。真嗣はそこまで行っておぞおぞと話を切り出した。申し訳ないんですが、そろそろスタートなので。ああ、引き止めてすまない。真嗣は慌てて奥に走っていった。どうする？見る。何を見る？周囲。人の間を縫って陽子くんが戻ってきた。先生、いた？どうする？話す。誰と話す？陽子。何を話す？京子のこと。京子さんは見つかったのか？それがどこにもいないんです。携帯電話もつながらないし。真嗣さんはさっきまでここにいたと言っていたが、本作も携帯あるんだね。そうなんですか。あ、真嗣さんに会われたんですね。何を話す？真嗣のこと。彼とも友達なんだな。ええ、学校は違いましたけど、よくグループで遊んでいました。陽子くんは時計を見て声を上げた。あ、レースが始まりますね。観覧席に行きましょう。多分京子もそこに来ると思います。俺たちはピットを出てメインスタンドの方へ回り込んだ。スタンドに行くにはコースの下にある地下道を通らなくてはいけない。人々の歓声がワンワンと地下道にこだましている。会場へ近づくにつれてピットとは違った独特の雰囲気が感じられた。地下から一歩足を踏み出すと目の前に鮮やかな空間が広がった。抜けるような青い空、黒々としたコース、そこかしこにある赤い看板、そして本日の主役、色とりどりのバイクとライダースーツ。色彩の氾濫と声や音の洪水で、おのずから興奮してくるようだ。バイクは観覧席側に一列に並べられ、レーサーたちは反対側で待機している。スタート合図と同時にマシンに駆け寄り、それから走り始めるらしい。こういったスタートの方法をル・マン方式というそうだ。ずいぶん今回説明的だね。いよいよですね。陽子くんも雰囲気に飲まれ気味で小さくつぶやく。耳をつんざく爆音を立ててコースを一周したバイクが前を通る。だいたい2分から3分で戻ってくるようだ。今日は300キロの耐久レースで途中ライダーが交代するらしい。真嗣さんは一番後ろみたいですね。陽子くんが心配しそうに独り言を言った。まだ京子も来ないし、本当にどうしたんでしょう。コースの上では1台、また1台と通り過ぎていく。ん？
シンジの姿が見えないようだが。いや、そんなはずはない。気のせいだろう。思わずヨコクの顔を覗き込むと、ヨコクは不安げに俺を見上げた。先生、シンジさんが戻ってきてませんよね。俺は真正面にある CCR のピットへ目を凝らした。なんだかスタッフが慌てた様子で右往左往している。どうやら何かトラブルがあったらしい。先生。陽子くんも深刻な顔で声を震わせた。ピットに行ってみるか。俺たちは途中一言も交わさずに CCR のピットへ急いだ。最悪の予想が頭の中を駆け巡る。 CCR のピットにやってきた。どうする？見る。何を見る？周囲全員混乱状態で声をかけるのもためらわれる。俺たちはようやく見知った姿、監督の細田を発見した。何を見る？見るはいいや。話す。誰と話す？細田。何を話す？レースのこと。細田さん、何かあったんですか？ああ、あんたか。新次さんは？まさか、事故だなんて。細田は俺と予告の顔を見比べた後、ためらいながら口を開いた。実は、そうなんだ。何を話す？新次のこと。新次さんは大丈夫なんですか？それがな、少々厄介なことに。まさか、重傷なんですか？いや、シンジには多分怪我はない。多分？何を話す？状況が曖昧なこと。どうしてシンジさんの状態があやふやなんですか？少し込み入った事情があって。細田が言葉を濁していると、ヨコ君が口を挟んだ。そういえば京子は来ましたか？いや、まだ姿を見ていない。細田は短く答えて思いついたように俺に尋ねた。シンジから聞いたんだが、あんた探偵だそうだな。これからわしと一緒に病院に行ってくれないか？この近くの水の委員だ。何を話す？水の委員のこと。シンジさんが入院した病院ですね。ああ、あんたの手を借りたいんだ。厄介なことになりそうでね。先生、私も。あ、でも京子が。もし京子さんが来たら水の院に行くようにスタッフに伝言を残しておくよ。そうですか、お願いします。俺たちは細田の案内で水の院へ行くことになった。あ、陽子ついてきたね。陽子くんの車に3人が乗り込む。病院に向かう車の中では、細田は終始無言だった。それが一層俺たちの不安をかきたてた。細田に連れられて水の院にやってきた。シンジは今手術中らしい。どうする？話す。誰と話す？細田。何を話す？手伝いのこと。俺は何に力を貸したらいいんですか？実は今手術を受けているのは田村という男だ。田村？一体どういうことだ？何を話す？田村のこと。田村というのは誰なんですか？シンジの後輩だよ。しかし今は CCR のメンバーではない。バイクの腕はなかなかなんだが、身持ちが悪くてな。3ヶ月ほど前にクビになったんだよ。もしかして田村さとしくんですか？話では聞いています。でもどうして田村くんがここに？何を話す？田村が関係すること。その田村くんと今日のレースに何か関係が？
それが小曽田は再び話をためらったが、すぐに思い返して語り始めた。コースの途中で CCR のバイクが事故を起こした。レーサーが気を失っていたのでヘルメットを外してやると、それは真実ではなかった。びっくりするよね、ヘルメット取ったら違う人だと。ここにいる田村だったんだよ。何？何って、この曲は。そんな。では、シンジさんは？なんか、危険な二人って、こう、重要コメント得られると、曲は違うよね、これね。ちょっと気になるな。何を話す？シンジのこと。シンジさんはどこにいるんですか？わからない。荷物は全部ピットに置いたままだし。どこへ行ったのか、さっぱりだ。どうなっているんだ？シンジは一体どこで何をしているんだ？その辺の事情は田村に聞けばわかるかもしれない。何を話す？田村の手術のこと。田村君の手術はどのくらいかかるんです？手術自体は大したことはないが、麻酔を打って眠っているから、目が覚めるまで含めると5時くらいになるそうだ。あと3時間はあるな。神宮寺さん、すまないが、シンジの行方を探してくれないか？そして、この一連の真相を調べてほしい。何を話す？引き受ける？引き受けない？引き受けます。わかりました。調査に当たりましょう。よかった。ありがとう。では、わしはサーキットに戻らせてもらうよ。いろいろと後始末が残っているんでな。任せて悪いが、よろしく頼む。そう言い残して細田は病院を後にした。どうする？話す。誰と話す？陽子。何を話す？シンジの行方のこと。効率よく調査を進めるためにも思い当たるところを探してみようか。そうですね。でも、シンジさんがこの鈴鹿で立ち寄りそうな場所なんて、私にはわかりません。何を話す？シンジの宿泊先のこと。シンジさんは今日日帰りではないのだろう？どこに泊まるか聞いていないか？あ、そうですね。それなら知っています。京子から確か鈴鹿インというホテルだと聞きました。とりあえずそこへ行ってみるか。無駄足に終わるかもしれないが、ここで時間を浪費するよりかはマシだ。ええ、そうですね。もしかしたら京子もいるかもしれません。急に気分が悪くなって部屋で休んでいるとか。早速俺たちは鈴鹿院に向かうことにした。鈴鹿院はサーキットから車で10分のところにある。今回は俺が運転を引き受けた。助手席に座った陽子くんは時々祈るような素振りを見せた。今は何を言っても気休めにしかならない。俺は陽子くんにかける言葉は見つからず、運転に集中することにした。鈴鹿院に到着した。すみません、先生。シンジさんたちの部屋番号までは聞いていないのでわかりません。大丈夫だ。ホテルならいい方法がある。いい方法ってなんだ？見る。何を見る？ロビー。広々としてなかなか立派なロビーだ。正面にはフロントがある。何を見る？ホテルってさ、鈴鹿の近くのホテルってシーズン中になるとちょっと宿泊料金上がるんだよね。それは知ってる。フロントを見ます。若いホテルマンがかしこまって立っている。名札には、これか。この人か。小曽根弘康と書いてある。なんでここにいるんだ、小曽根。話す。
誰と話す？おぞね。何を話す？岡崎のこと。いらっしゃいませ。鈴鹿医院にようこそおいでくださいました。ちょっと尋ねたいんだが、ここに泊まっている岡崎さんは帰ってきているだろうか。岡崎様ですね。少々お待ちください。お待たせいたしました。こちらでルームキーを預かっておりますので、まだお帰りになっていないようです。やはりここには戻っていないか。一応部屋の番号を聞いておいた方が良さそうだ。何を話す？岡崎の部屋のこと。岡崎さんは何号室に泊まっているのかな。岡崎様は344号室ですが、申し訳ありませんが、ただいま3階にはお立ち寄りできません。3階には行けない？どういうことだ。何を話す？3階のこと。どうして3階には行けないんだ。少々事故がございまして、警察の方が捜査中なのです。警察？何の事故なんだ。私の口からは申し上げられません。ご了承ください。おぞねはやんわりとした口調で拒絶した。ふと周りを見ると、全体的にざわつき、宿泊客がロビーに集まっている。入ってきた時は気がつかなかったが。何を話す？事故のこと。気になることがあるんだ。なんとか教えてもらえないだろうか。いずれ警察の方で発表があると思いますので、今のところこちらからは何とも。口が固いな。しかし今は少しでも情報が欲しい。なんとか聞き出せないだろうか。どうする？見る。何を見る？カウンター内側にある台に目をやると、何回も線や文字を書き込んだ線があった。紙があった。よく見たら暇つぶしにおぞねがパズルをやっていたようだ。これはもしかすると。どうする？話す。誰と話す？おぞね。何を話す？パズルのこと。ちらっと目に入ったんだが、パズルが好きなのか？え？あ、はい、も、申し訳ありません。おぞねは慌てて紙を隠した。推理小説では、暗号などが出てくると、つい気になって仕事中でもやってしまいまして。なるほど、脈がありそうだ。脈？何を話す？パズルの回答のこと。パズルの答えは？それがなかなか。見せてもらっていいか？あ、はい、どうぞ。俺はおぞねから問題が書かれた紙を受け取った。そこには奇妙な言葉が並んでいた。下ごたん食べた、は、たんたにたんた、は、ん？なんだこれは。推理小説の中で犯人を知っている人物が探偵に送りつけた手紙なんです。その人は逆さだぬきと名乗っていました。この手紙の中でおそらく犯人を指し示していると思うのですが。どうする？ちょっともう一回問題見よう。再度問題を見る。逆さだぬきと名乗る指し出し人が犯人を指摘した手紙。したごたん食べたはたんたにたんたは。まあこれは逆さたぬきっていうからそうなんだろうね。どうする？回答します。犯人は誰？もう答えるね。犯人は弁護士。
犯人は弁護士だな。え、どうしてです？暗号文の法則が見つかりましたか？法則？そうか。それがわからなければ完全な答えではないか。暗号の法則は？手紙の主の名前。暗号を解く鍵は手紙を送った者の名前にある。名前ですか？ああ、逆さたぬきだ。今一つ理解できませんが。まず逆さの通り文章を逆さまに読む。はたんたにたんたは食べたんたごたし。次にたぬき。つまり、他を抜いて文章を読む。犯人は弁護士。犯人は弁護士。犯人は弁護士。ああ、なるほど。素晴らしいです、お客様。ぜひ、こちらもお願いします。私が3年かかっても答えられない問題なんです。さらに、おぞねが差し出した紙には、詩的な文章が綴られていた。囚われの身、無名の者、闇に死す、世界の果て、思い悩む、目も開けず、中二なのこれ。かたくなに抜け道を探し、まだ見ぬか、菊の花園、風なびく毛、ここは天国。これも何か意味があるんだな。そうです。作中で殺されかかった老人が事件の真相を暴く方法を教えているのです。とりあえずひらがなに直してみるか。どうする？再度問題見ますね。あ、ひらがなには直してくれなかったよ。囚われの身、無名の者、闇に死す、世界の果て、思い悩む、目も開けず。かたくなに抜け道を探し、まだ見ぬか、菊の花園。風なびくけ、ここは天国。なびくで合ってるこれ、読み方。事件の真相を暴く方法を表しているらしいが、どうする？じゃあ、もう答えますね。回答する。事件の真相を暴露する方法は？娘に聞け。ピーンって言ったよ。この暗号を解くと、娘に聞けと出る。その方法は？まず文章をすべてひらがなに直す。すると一文字ごとに50音順で連続した文字列が現れる。1行目はみむめ、2行目はしすせ、3行目はむめも、4行目はなにぬ、5行目はかきく、6行目はくけこ。そしてそれぞれの真ん中の文字を続けると、むすめにきけ。娘に聞け。お客様、天才です。お客様は一体どういう方で？そろそろ身元を明かす時だ。うまくいけば事故のことを聞き出せるかもしれない。なんでこれもったいぶって身元を明かすわけよ。Y ボタンを押します。名刺を使います。取り出します。これをおぞねに見せれば、効果倍増だろ。俺は名刺を1枚取り出した。どうする？話す。誰と話す？おぞね。何を話す？神宮寺のこと。俺はこういうものだが、調査のためになるべく多くの情報を仕入れたいんだ。協力してもらえないだろうか。神宮寺探偵事務所、探偵をされているんですか？おぞねは俺の名刺をしげしげと眺めて感銘を受けている。
わかりました。どうせそのうち発表されることですし、これで3階の状況を聞くことができそうだ。何を話す？3階の事故のこと。では早速事故のことを聞かせてくれ。実を言うと、事故ではなくて事件なんです。事件だと？はい。お客様が他殺死体で発見されて。何？何を話す？被害者のこと。誰が殺されていたんだ？303号室の山本恭一様という方です。あれ？あれれ？山本恭一。突然陽子くんが鋭い声を上げた。何を話す？山本のこと。山本という男はどういう人なんだ？今日のレースにも出場しているチーム塚巻の関係者の方です。何でも次期オーナーだとか。何を話す？山本のこと。山本様に関して私はそれ以上のことは存じません。何を話す？もういいや。話は陽子と話します。何を話す？山本のこと。その男のことを知っているのか？はい。同姓同名でなければ。新次さんの同級生で、私も何度か一緒に会ったことが。でも最近の消息は全く知りませんでした。陽子の話に耳を傾けていた小曽根が提案した。現場の刑事さんに詳しくお聞きになられますか？お客様はお知り合いのようですし。ああ、お願いするよ。わかりました。内線でご連絡しますのでお待ちください。小曽根は受話器を取って話し始めた。こちらの事情を説明しているのが聞こえてくる。お待たせしました。3階に上がっていただきたいとのことです。そちらで責任者の石橋一郎刑事をお尋ねくださいということです。やっぱり石橋出てくんだね。わかった、ありがとう。俺は気遅れした様子の陽子くんを促して3階へ向かった。